こんにちは、ゆうやです。今日から商品紹介を始めていきたいと思います。記念すべき1回目の商品はこちら、セブンイレブン富士抹茶といちごのパフェです。バニ、ババロア抹茶のなんだろう、下のやつは。あといちごのソース、この白いのはなんだろう、生クリームかな。開けます。いやー、商品紹介やる時が来るとは思わなかったね、自分でも。もういい香り、いちごの。いただきます。うん、おいしい。このプリンなのかバボールなのかわかんないやつ食いますよ。うん、うん、うん、プリン、固めのプリンが入ってます。バボロアだったら、バボロアか、バボロアわかんない。じゃあこのいちごいきます。うん、しっかりいちご、おいしい。じゃじゃーん、その名の通り宇治抹茶といちごのパフェ食べた感じがしました。一つだけちょっとあれなところが、下の硬いプリンだと、もうちょっとこう柔らかい、なんだろう、ムースみたいな感じだったら個人的には好きかなと思いました。宇治抹茶のいちごのパフェを食べてみたよ。優しい甘さに癒された。今回は以上です。これから商品紹介投稿していきますので、よかったらチャンネル登録、評価お願いいたします。インスタ、ツイッターしておりますので、こちらのフォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。